こんばんは。東大阪新聞チャンネルです。6月8日、東大阪新聞チャンネル6月の第2週は、東大阪でものづくりを、中心にご活躍されています、安川昭雄さんをお呼びします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。東大阪でものづくりをやっております東大阪ブランドアドバンスの安川でございます。よろしくお願いします。お願いします、はい。会長でもお元気ですよね。このちょっと暑くなっている中でも、すごくこう若々しいというか、ね、ありがとうございます。まあそれが唯一の取り柄でございましてね。あ、はい、いや先ほど聞いたら、はいはい、階段でも私が負けそうなスピードで登るということでね、はい、あのこの間高校生のね陸上部とね、はい、あの天王寺の五重塔、はい、あれあの上まで競争やりました、ね、そうですね。私勝ちましたよ。勝ちましたよ。すごい。やっぱりそういう体が柔らかいということは頭も柔らかいということにつながるんでしょうね。まあ、考え方にね、あんまり進化してないかも分かりませんな。いや そんなことないです。いやこの前いただいたあの、御社で作られた iPad あの、はいはい、マウスパッドですね、はい、あれウクライナに持っていきました、ね、ウクライナのその、エコ団体がびっくりしましたね、はいはい、日本ではこんなものをトウモロコシから作ってるのか、はいはい、あれも御社で作られてるんですね、はい、これはね結構歴史あるんですけどね、はい、なかなかまあ普及してないんですね。で特にまあ今の時代というかね、うん、石油であるとかあるいは金属にしても皆地下資源ですね、うん、地下資源というのは何万年、はい、何十万年かかるわけですね。でやっぱり使えば減ってくるわけです。でそれがどん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 こう使ってですねもうぼちぼちだいぶ枯渇の状態になってきてます ね特に、まあ、銀とか金とかね、うん、銀なんてあと20年とかそういう、まあ、どこかから出てくるかも分かりませんけれどももう目の前に出てきてなくなるということが出てきてるんですか。あ、そうなんですか、はい、ですからそれに代わるものを、はい、その、まあ、考えないといかんと、うん、それを考えるということになると地上にあるものというのはまあ、例えばトウモロコシなんかはですね、はい、数ヶ月でできるわけですね。あ、そうですね。でそうすると全然どんどん消費してもですね生産もしやすいです。あ、もう次々ね、そうです。だからこれからやはり太陽エネルギーの時代といいますかね、うん、まあ、そういうものをやっぱり考えていかないといかんということになると思いますね。なるほど。今屋根なんかでもこう太陽で、ね、パネルをつけられてるところもありますし、うん、この前私車で、外側を走ってました、はいはい、外側 の急行電ですかね、はいはい、あそこにもたくさんこう、はいはい、太陽エネルギーをね、うん、パネル、はいはい、ああいうことがこれから増えてくるんですかね。そうですね、もっと簡易な方法でですね、簡易ですか、はい、もっと簡易な方法でそういう太陽エネルギーであるとか、はい、あるいは水であるとかですね、はい、まあ、人間の必要なもの一日に使うものというのはですね、うん、やっぱりまあ計算すればそれほど大したことないわけですね。あ、でそれをその、まあ、他のことをやるためにどんどん消費していると、うん、だから最小限自分で使う分は自分で生産すると。ああ、なるほど。地産地消、地消というふうに言われてますけども、うん、まあ自分で作って地産地消というような、まあ、技術の発展ということがございますけどもね、まあ、そういうことが一つの未来志向として考えてくるんじゃないかなと。でそれとね、あんまりいらんもん作らんと。なるほど。例えばここのスタジオ色鉛筆ですね。色鉛筆ね、色鉛筆、鉛筆いつ頃からあります？いや、私まあ少なくともまだ子供の頃は鉛筆で描きましたね、はい、だからまあ40年以上は、はい、で私今84歳ですけど、はい、私 の幼稚園とかも物心ついた時からですね、ありました、色鉛筆はあったんですね。変わってないです。あ、そうなんですか、ね、今でも変わってないです。それはまあ、舐めても大丈夫とかね、まあ、いろんな、まあ、ことは出てますけども、携帯自身も変わってないし、で今でも非常にたくさん使われてるわけですね。小さい子供はやっぱりボールペンとかあるいは水性絵の具とかそういうものよりもやはり色鉛筆から鉛筆というものが非常に今重宝するわけですね。なるほど。
インクも補充もいりませんしね。あ、そうそうですね。で、そういう昔から変わってないものにこう焦点当ててみますとね、結構あるんですね。あ、そうですか。例えばどんなもの。例えばあのたわしとかね。ああ、で、もっと古いものはお茶碗なんでね、縄文時代から変わってないでも確かにそうですね、はい、でこれは完成度が高いからそうなってんのか、やっても儲からないよってもうそんなこと考えないのか。そういえば茶碗ってそれは子、まあまあ、子供の頃もそれもうそれと縄文時代になるんですね、はい、変わってないですよね。それから、まあ、ちょっとしたやかんであるとかね、はい、それからほうきもそうでしょ、まあ、今の掃除機やらいろいろ出てますけどね、変わってないね。 やっぱりほうきというのも今現在でも使われているわけですね。言いますよね、はい、でそういう世の中に変わってないものもあればね、もう何ヶ月に1回で変わるぐらいですね、うんうん、特にあの最先端のものというのはそんな多いのに違います。確かにあの携帯でも今もう昔はこうねパカッと開いてましたけど、はいはい、今開かないね、はい、なってますね、はい、でそれがまたあのそういうガラケー言うんですか、はい、それにまた戻りつつあるというね。あ、そうなんですか。こともあるんですね。あ、だからああいうのはもう変えないと売れないんですね。あ、まあ、レコードでも今ね、はい、我々小さくはレコードで聞いてますけども、うん、それは CD になって、うんうん、はい、今はまあ CD もなんか使わずにインターネットでね、でというのはね、よくそれはなぜ変わらないか、うん、なぜ変えないといかんかというふうに考えた場合ね、やっぱりあのものづくりの根本になってくれるんですね。あ、やはりあの生きるために必要なもの、うん、本当にあの社会にとって我々にあの、まあ、人類がというかね、うん、必要なものというのはあんまり変わってないですよ。ああ、なるほど。で本当にこれあの必要なんかと、便利は便利、はい、ね、それはあの便利ですよ、まあ、携帯電話でもね、うん、今までと待ち合わせなんて言ったらお前どこにおるよ、俺分からへん、それでもしっかりとね、はい、この場所で待ち合わせしましょうと、この時間にやりましょうと、みんなそれを守ったわけです。で今携帯あるよってですね、まあどうなとなるわというようなその安易な形 になってしまう。だからよく考えたら中でもいけるんちゃうかと。なるほど。昔あの、うん、駅に何か、こう連絡板ありましたね、はいはい、あれでね、掲示板とかね、はい、でそういうふうにね、やっぱりあの確かに便利やと、うん、でそれとこれを作って売ったら儲かるというね、はい、その世の中のためになる、人のために役立つということよりもむしろ金儲けの方が先行したもんと。あ、まあまあそうですよね。そんなんはね、どうしてもね、やっぱりあのどん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 売れるから作る、それで利益を上げる、これも必要ですね、あの経済から言うと。しかしあの本当のものづくりというのはそれでいいのかなというようなね。でそれとやはりあのまあ今気候でもですね、今日も暑いですわね、もう夏ですわ、ね、そうですね、うん、もう表半袖とかね、はい、俺は半端で歩けるぐらいですよね。あ、今半端の女性も見ましたわね、はい、今の時期、昔はちょうどね、もうあの初夏といいますかね、はい、一番いい時期で、はい、いわば初夏の服装ということでね、そういうそのいわば中間的な冬と夏の間の服装という、ね、そういうものがあったわけですね。で今もいきなり飛んでしまってますわね。でそれだけこういうあの自然界と自然の条件というのは、うん、まあ、温暖化温暖化言われてますけども、変わってきてる。であのこの生き物というのはその地域とかあるいはその、 あの自然にあの対応するためにですね、やっぱり自分であの自分の体でやるあの対応してきたわけですね。あ、なるほど。例えばあのウクライナ行くとね、はい、あのもう寒さに非常に強いですよね。我らが行った時はもうよーくこう防寒着られてますよね。向こうの人は割とそんなことなしでも生きられると、うん、だからあの鼻の高さであるとかね、うん、いう、まあ、いわばあの高いから空気が入るのがあのそこである程度温められて、それであのやる体に入っているというような構造的な、それと皮下脂肪が厚くなるということで、自然に対応するために体が進化しとった。
あ、なるほど、ね、でところがどん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 人間知恵が回りすぎてね、うんうん、いわゆる知恵でいわゆるあのそういうあの自然界のに対応していくと、例えば今クーラーついてますわな。あ、そうですね、はい、まあ、昔はこんなのなかったよね。なかったで、さあの寒くなったらあの暖房つけると、で、あるいはまたこの服を着ると、でこれも一つ の, あの人間の知恵ですよね。あ、で知恵に頼りすぎたためにどんどん知恵とがにあの過剰なですね自信を持ってしまってですね、うん、で人間のその本能というか生きるためのそういう本能というものがいわゆるどん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 逆に退化してきてると。ああ、なるほどね。だから今いろんなそういうまああの、まあ、わけのわからないような犯罪とかね、はい、いろんなものにこうつながってくる。で物を作るにしても本当に役に立つものだけでなしにお金儲けだけというような形でこう作ってる。そうですね。でまたその流通もそうなんですね、うん、もう今あのそういう大きな大手 の, あのショップ行きますとね、もういわばあの説明する要因なんてほとんどおれへんです。いや、いないです ね, ね。それともうレジも少ない入ってきた。ここで説明する言ったらそのメーカーから派遣されたやつが出てきてこうやってるという、はい、いう そ, のそれとかあの電話、これはあの話するためにあるわけです、ね、はい、ところが電話局にあの窓口ないでしょ。あ、そうそうですね、はい、あのとそれとか、まあ、あのああいう通販の関係でもですね、はい、全部あのメールでやり取りするとか、ね、そうですね、そういう形で電話の窓口ないわけですね。なるほど。だから買うためあるいは売るためにはある程度窓口は作っとってもですね、そういう相談とか窓口というのはもうほとんどあの電話で、そうですね、ないわけですよ。ないない。でそういうのがどん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 こう出てきておるからですね、対話というものが出てきてない。なるほど、ね、だからそういうことから今あの非常にこう見直しの時期が来てるんじゃないかなというね。で今、まあ、あの世界の、うん、あの大統領トップですね、はい、これもいろいろあの変わった人が出てきてます。そうですね、まあ、アメリカ、まあ、やっぱ特徴のある人がね、それアメリカ人にね、はい、トランプさんとかね。そうですね。でこれはねやっぱりあの世の中うまくいってたんですね今まで、うん、非常にうまくいって平和も平和であるし経済も進んでた。でところがなんかそういう自然界のそのまああの急速な変化とそれと人間の知恵が進みすぎたとかいうことのねちょっとこうバランスが崩れてきてるんですね。あ、なるほど。だからこの辺で何かいっぺん考え直さないかんのちゃうかと、うん、でまあ政治問題にしてもですねそういう安定したあんまり冒険戦のようなそういうあの政治思考ということで今はずっと続いてる。まあ無難なね。そうそう。でところがいろんなそういうあの、まあ、自然環境であるとかあるいは人間環境であるとかいうものがちょっとこう、うん、あのまあ、おかしなっている。だからここらで変えないかんのと違うかというので、うん、まあ、日本の都知事でとかそういうのがあのなんかあの人がというような人がこう出てきておる。だからそんな時期に来ておる、ね、ですからあのものづくりについてもいっぺん見直してみると、まあ、言えばリニアモーターカー、あの東京まであの数時間で行けばそう見てるんで、ね、そんなに早いかんでもやっちゃうかと。なるほど、なるほど。ね、まあ、あんまり早すぎたらこういうゆっくり弁当食べる時間もないですし、はい、でその途中も分かれへんわけですね。まあそうですね、はい、乗った瞬間パッと眠ったら目あの目覚めたりついてると。だから途中のことが全然情報があのないよね、まあ、はい、まあ新幹線でもないですもんね、はい、飛行機でも。でそういうことでねあの今東大阪でもものづくりがですね最先端をやってたところ、まあ、それはそれなりにやってはおられますけども、はい、やっぱりねちょっとこうあの景気の先行きが見えない状態なんです。でところが一方ねあの割とあの昔から作られてるものをいいものに徹してこう作っておられるところ、はい、いうのはね結構忙しいんです。例えばどんなあの、まあ、例えばあの道具でもね、はい、電動工具っていうのが華やかですわね、はい、今、はい、あのホームセンターでもそうそう DIY とかそんなんでこう、はい、どんどん出てきてますわな、はい、でところがあのモンキーレンチとかねスッパナ
まあ、穴は変わってないですね、はい、昔から変わってない。それがね結構やっぱり日本の製品よろしいわな。ああなるほど。やっぱりあの外国製品というのは、まあ、半年も製品うちにガタついてくるとか、あの角のところとか、ね、そうそう、で滑って怪我すると、うん、日本の製品はね、いわゆる自分の子供を孫まで使わせると、まあ、まだそうですねというような、非常にいいもんですね。でこの間も東南アジアから若い方がねうち来られましてね、工具買いたいということで来られましてね、はい、で工具やったらホームセンターとかそんなことでもありますって紹介したら、ね、いやそんなんでなしにいいもん買いたいんだと、うん、で自分たちは貧しいと、だから何回も買い替えはできないと。なるほど。だからいいものを一つ買えばね、それをずっと伝えていけると、だからそれを買いたいんだいうね、俺その熱意に脅されましてね、はい、でメーカーがわざわざ連れてきましてね、こういう状況で安したってないと、いや安売りはしないと、うちの方針やと、だからこれは定価で買うということで定価で売ってもらいます。その代わりあなたのためにわざわざ遠いとこから買いに来たんやからプレゼントするいうことでね、一式モンキーからすっぱなか一式、それこれプレゼントや言うてね、一本は定価で買う、その代わりこれはプレゼントやということで安売りはしないという、そういうような自社の、ね、計らいですね、自社の製品に非常に誇りを持ってる。でそういうところはね結構忙しいんですよ今も。はい、いやうちでもね、これは自分のとこ の宣伝みたいになるんですが、今まではね液にした洗剤とかそんなの売っとったんですよ、はい、化粧品も、はい、最近小学校とかそういうところで、まあ、体験ものづくり体験ということでね、原料持って行ってね、はい、子供たちに作らすわけですね原料を、はい、このそれがだんだん広がりましてね、はい、まあ、原料そんな粉末ですのでね、粉末売ってくれいうことになってね、なるほど、今原料売りの方が大なってしまってね。そうですか、付加価値つけへんからあんまり儲かりませんねんけどね。なるほど。だけど量だけはねもう本当にね、なんか去年と比べても倍ぐらいになってるんちゃいますかな。そうなってますか、はい、でところがうちの場合は微生物使ったりやってますので、はい、量産なかなかできへんわけですよ、はい、急に言って作れる。だからまあぼちぼち今まあ年寄りがやってるようなことなんですけど、あれ、はい、なんか川も浄化するという、そうですそうです、ね、はい、もともとはそういうねまあ汚泥処理とかね、そういうことを、まあ、微生物で分解させていくということから始まってるんですね。でまあそれを洗剤に使って、でも最近ではね今日も大阪府の薬務課の方に届け出してきたんですけど、ね、まあ、いろんな顔を洗う、はい、洗顔で、ね、はい、そういうものにその原料、まあ、あんまり変わってませんけどね、まあ、掃除料とはあんまり変わってない、まあ、ちょっとだけ、まあ変えましてね、ちょっとだけ変えるのは栄養分を入れるとかね、まあ、他の素材も少し加えてですね、まあ、それなりにはしてるわけですけど、でそういう米ぬかと麦のぬかといわゆる有益微生物という生物なんですね。それだけなんですね。でこれはもう本当にね昔なるほど、さっきもちょっと話しとったんですけどね、村重式部さんがぬか袋にしてね、はい、アルカリ分をちょっと入れるのでウグイスの粉を入れてですね、それ変わるとったんですね。だから源氏物語時代からあるもん変わってないです。だからできるだけ変えないように作ってたら売れ出しましてね、そういう一つのこう今見直しと いろんなものを見直していく時期じゃないかなと。そういう紫式部が使ってたような、うん、米ぬかと、うん、そういうので、まあ、皮も、まあ、今洗剤にされてる、はいはい、で、皮のね、はい、きれいにするという、はい、なるほど、ね、で皮もきれいにするということで今化粧品として結構はい、使われてる、ね、使われてましてね、大手の流通からも今全店に置くからですね、ちょっとストックせよということでね。あ、そうですか、はい、ということで今どんどん食べてまんねんけどね、ちょうどぬか味噌作るみたいなもんですよってに、そんな急にレゲしめへんからぼちぼちその食べて準備だけは今してるんですが、
そういうあの昔からあるものを一度見直してみる。ただその昔からあるものをそのまま使うということになると、あの今のようになかなか合わない。まあ、例えばああいうあの芸能関係でもですね、今あの歌舞伎がですね、はい、盛んにあのアニメを取り入れてですね、そうですね、ワンピースとかそういうのをやってますよね、はいはいはい、で文楽でもそういうのを始めていると、はい、いうことで、やはりあのそういう昔のものを伝えていく、残していくためには今のこともそこに加えたですね、それで今のようにあったような状況をあのを作り出してですね、それで残しながら伝えていくという。なるほど。だからあのやはり先ほど言った工具にしても何してもですね、これからやっぱり一旦あの元へ戻してですね、なるほど、でそこからどう新しいあの今の世の、あるいはまたあのこれから先に適合していくかということのものづくり、うん、でできるだけ地下資源を使わずにですね、なるほどね、あの地球上の上にあるものをうまく活用していくという、そういう見直しと、そしてあのそういうあの地球上にあるものを使うですね、はいはい、なるほどね、あのそういうことにあのこれからどん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 こうなってくると思いますね。であの若い人たち、特にあの、まあ、あの今発展してる国々、まあ、いろいろありますけどね、あの、まあ、ヨーロッパではもうちょっとね高齢化したような国もあるし、あるいはあの本当にあの、まあ、思春期の国もあるし、あるいはまたあの小さな、ね、あの国々では、うん、やはり、まあ、これからという子供もそうそう、ね、あるいはまた中には東南アジアでやんちゃな国もあるというところが、まあ、アジアにおいてはやはり日本というのがあの大人の国と言えるんじゃないかと。あ、まあ、成熟してますもんね、はい、でいろんな体験経験もですね、あの、まあ、本当に貧しい資源のない国が、うん、もうこれだけ経済大国になってきたという、その間 の、 あの、まあ、先輩たちというか、そういう人たち の、 その苦労で、それも非常に誠実にこうやってきたというね、まあ、そういう流れから見て、やはり大人が子供をまあ育成し育てていくという役割がね、あの日本 の、 あの若い人をやっぱりあの意識を持たないという感じではないかと。あ、なるほど、ね、だからあの技術の流出とかね、そういうことでなしに、ね、はい、やっぱりあの段階があるわけですので、ですから日本の場合はあの電気事情も非常にいいですしね、停電もないですし、それからノイズもないし、まあ、どんなあの、まあ、精巧なものを持っていってもですね、使えるわけですね。ところがまだまだその東南アジアとかですね、東南アジアでなくても、まあ、例えばアフリカとかね、ああいうところに行くと、もう電気事情が悪い、電気が通じててもですね、もうノイズ の、 あのある電気でですね、で1日何回も停電するということになりますとね、それに合ったやはりあの物機械道具というものを、まああのまあ、使ってですね、でそれとだんだんとやっぱりレベルというのが技術上がっていきますので、で上がってくればあのもっともっと成功なもの、まあ、あの経済的に恵まれたようなあの状態にしていく、その役割がねやっぱりあの日本人の若い人たちにあるんじゃないかと。だからこれからのものづくりというのはやっぱりあの今までのことの見直しとですね、それとあの世界の次 の、 あの時代を担う人、次のまたマーケットというものを作っていただくんです、はい、その次のマーケットがやはり成長してもらわないかもね。あ、そう、そうですね。でやっぱりどんどんとやっぱり変わっていかないというか、であの先ほども言ったように人間はあの進化が今止まってる、はい、知恵で今これから自然と対応していかないと、やっぱりその知恵の使い方というのがね、やっぱりあの上手に使っていかんとね、うん、行き過ぎてしまいますとね、やっぱりいろんな災い、自然からのしっぺ返しっていうのはやってきますか、ね、で自然に勝とうと思ってもね、はい、まあ、例えばあの雨止めるわけにいきますよ、明日雨や、そうそう、ね、あの明日運動会やるって雨止めようかって出てしまうよね、まあ、はい、テルテル坊主ぐらいですね、はい、で自分自身もね、あの自分でそれは
どうか心臓でもつきさじゃないですけども、コントロール、心臓を速くしたり遅くしたりね、ね、血の流れを自分で変えるってできしまいない。できないですね。だ目に見えてるところの目とか手とか足とかね、そんなん動かしますよ。で、まあ、ああいう、まあ、臓器は無理ですね。臓器言うたらね、まあ、いわば勝手に動いてるわけですね。そうですね。で、だから自然界というのはもっとそういう、人間がコントロールできるもんではないですし、やっぱり生きる本能をなくすような、先ほど言いましたように、ものは変わってない、昔から変わってないというのは本当に生きるために必要なものと、うん、だからその生きる本能をまあ、もうこれ以上ね退化さすわけにいかんからですね、はい、ああなるほど。せめて今のところから進化というのはほとんどまあ、望めない、うん、だから退化させないようなことを考えていかないと、あまりにも便利なものをね作りすぎると、はい、やっぱりそれだけ人間の能力というのは退化しますよね。で、考えいいことと悪いことすらもできない。なるほどね。で、今孤独というのが結構早い、そうですね、まあ、多くなってきてますね。孤独死とかね、はいはい、で、人間というのは群れで生きる生物ですよね、うん、猿でもそうですし、うん、あるいは、まあ、猛獣でも虎は単独ですけども、虎は単独ですか。ライオンとかそういうのはやっぱり群れで生活、まあ、オオカミでもそうですし、ね、で群れで生活するそういう生物というのはやっぱり助け合いながらね、なるほど、やっぱり人を傷つけないような、でまた群れを守っていくのがまあ、オスの役割で、あとそれの子孫を残していくためのね、やっぱりそういうこともつながってこないというか、ね、まあそうね、途切れたらね、はいはい、だからそういう一つのこう自然のサイクルですね。でそれと人間だけでは絶対に入れられない。あ、なるほど。やっぱり食べるものというのは全部食物にしてもお肉にしても全部生き物ですよね。そうですね。だからそういうものを残せるような、その子孫を絶やさない、人間の子孫だけでなしに、そういういろんなその生物の子孫を残さないようにですね、まあ、考えたものづくりというのが必要であるで、先ほどちょっとニホンバラタナゴの話が出ましたね。で、ニホンバラタナゴというのは国山でね、有名ですね。有名ですよね、はい、で、これはこのカラス貝に卵を産むんですよ、はい。で、このカラスガンの呼吸管の中に卵を産むわけですね。で、そこで育てて子供ができるわけですね。だからカラスガイとそのバラタナゴがいないと、どっちかが欠けるとどっちかがやっぱりダメになる。そこはバラタナゴを作るためにそのカラスガイも必要なんですね、はい、で、それともう一つ、この貝の卵を育てるのがヨシノボリというのがあるわけです。で、そのヨシノボリと貝とバラタナゴが一つの生態系作ってるわけですね。ああ、三味一体なんですね。だから一つが抜けると三つなくなるわけです。だから加速的に今そういう絶滅危惧種というのがね、どん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 こう減ってきてるわけですね。まあ一個ずつ減るんじゃなくて、その例えば日本バラタナゴってこの三つセットなんで、どれかが欠けたらもう三つ止まる。はい。なるほど。だからそういう一つのこう自然界の起きていうかね。で、例えば蝶々なんかでも青筋黄筋蝶々アゲハがありますよね、うん、で青筋はいわゆるクスノキに似たもの、はい、でそれから黄筋の方は柑橘系とか山椒とかそういうの。あ、なるほど。だそうすると両方の木がないとその2種類は生きていけない。だからそういうみんなこうつながってる、まあ、そういうことを意識したものづくり。なるほどね、うん、では最後にこれからの、まあ、はい、安川さんの夢ですね、はい、こういうことをしていこうと、はい、というのをちょっとお話しします。はい、まあ私もまあこういう高齢でございますんでね、やっぱり若い人をできるだけね、あ、なるほど、育ってもらう。で、若い人も今皆さんと話してますとね、どうしても目の前しか見てない。そうですね。だから今これからのまあ、受給環境であるとかいろんな変化がですね、
あのものすごい速いテンポで変わります。だから今この仕事はええなと思っても自分が社会に出た時にはそれがなくなってくるの。そうですね。だからやっぱり10年後少ないことも20年後のことをあの予測して自分が進みたいというところを10年後20年後を予測してあの、まあ、考えてそのあの、まあ、自分 の, あの職種を選び、あるいは自分が社会でできるだけあの、まあ、貢献できる仕事は何なのかというようなことにですね、はい、まあ、ものづくりとかそういうことを通じてですねあの見てもらいたいというのが、はい、その役割は年寄りの役割と違うかなと。ますますのご活躍をお祈りいたします、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日は、東大阪でものづくりをされています安川明夫さんをお呼びしました。ありがとうございました。ありがとうございました、うん。